こちらが製図になります。それぞれを2枚ずつカットできましたら輪の状態に縫い合わせていきます。ギャザーを寄せるところはこことこことここになりますので、3段それぞれにこことこことここに粗ミシンをかけていきます。ウエストの部分はゴムを通す部分と三つ折りをする部分の縫い代も入っていますので、こちらのサイズでカットしてください。製図通りにそれぞれカットしてきました。段ごとに輪の状態になるように生地を合わせていきます。こちらは一番上のウエストに当たる部分の生地になります。こちらを中表に合わせて縫い合わせていきます。こちらにはゴムの通し口をつけていきますので、ゴムの通し口の端を縫うときは1センチ縫って3センチ開けます。そしてその下はまっすぐ布端まで縫っていきます。もう片方の方は布端から布端まで縫っていきます。こちらは裾の生地になります。一番下の裾にあたる生地は同じように中表に合わせてすべての生地を輪の状態に縫い合わせます。同じように布端を縫って輪の状態にできたら裾を縫っていきます。裾は1センチ折って3センチ折ります。裾を三つ折りに折ってきました。そしてギャザーを寄せるために粗ミシンをかけています。ギャザーが苦手な方は2本粗ミシンをかけてください。上から7ミリ程度、上から 1.5 センチのところに2本粗ミシンを入れるとギャザーを縫いやすくなります。このようにギャザーを寄せて布端から1センチのところを縫います。1本の粗ミシンだとこのようになります。この粗ミシンのかかっているところが一番綺麗なギャザーになりますので、2本粗ミシンをかけていると綺麗なギャザーが寄せたまま縫いやすくなります。下から2段目にも粗ミシンをかけています。2段目3段目の片方の辺に粗ミシンをかけておいてください。ウエストも1センチ折って3センチの三つ折りにしています。こちらは1センチ縫って3センチゴムの通し口を開けています。そして、1周ぐるっと三つ折りで縫っていきます。ゴムの通し口には四角く補強のためにステッチを入れてください。1段ギャザーを縫ってきました。このようにギャザーを寄せる前に前中心後ろ中心サイド右左に4箇所
印をつけておきます。ギャザーの部分とギャザーを縫い付ける部分両方に印をつけます。こちらが一番下のスカート部分になります。ギャザーを寄せる部分を上にして下から2段目の粗ミシンをかけていない方にこちらを中表に合わせます。で、こちらのギャザーを寄せていない生地幅に合わせてギャザーを合わせていきます。ギャザーがこのように縫えましたら粗ミシンの糸を抜いて、この布端がちょっと糸が出やすくなっていると思いますので、こちらの糸をカットして生地を2枚合わせたままジグザグミシンをかけてください。こちらの縫い代は上の方に倒します。上の方に倒してこちらのギャザーが寄ってない上の布の布端をステッチをかけていってください。この縫い目から 1-2 ミリのところにステッチをかけてください。同じ要領で全ての段にギャザーを入れていってください。ジグザグミシンをかけて押さえのステッチをかけてきました。すべての段に同じように処理をして出来上がりです。今回はウエストは半分のところにこの幅の真ん中にステッチを入れてゴムを2本入れることにしました。こちらは太めのゴムを1本入れてもいいですし、このように2つに分けて2本入れても大丈夫です。お好きな方でウエストのゴムを入れてください。以上で出来上がりです。使う生地が多くて少し縫いづらいかもしれませんが、同じ作業の繰り返しなので難しいところはないと思います。このように落ち着いた色合いで作るとティアードスカートも可愛くなりすぎないで、大人の女性でも履きやすくなると思うので、よかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。